園芸大好きくまパン王子だよ。今回はちょっと変わったことに挑戦するよ。サンセベリアのすっと伸びた硬い葉が特徴の面白い形の観葉植物でも、ちょっと油断するとこんな風に徒長して飾りにくくなることがあるよね。今日は徒長したサンセベリアの三つ編みに挑戦してみるよ。僕は手先が丸くてほら可愛いでしょ。三つ編みは苦手だから細かい作業はコビにやってもらおうと。それじゃあナビゲーターコビ準備はいいかな。くまくまーしゅー。こんにちは、ナビゲーターコビです。今日はくまパン王子に頼まれてサンセベリアの三つ編みに挑戦してみようと思います。こんな初めてやるんですいません、ちょっと緊張気味です。サンセベリアの葉は水をねあらかじめ切っておきました。切っておいたんでほらおにゃーん、こんなに曲がるので編みやすいと思います。では三つ編みスタート。根元から、はい、ここからね、ちょっとキュッキュッ、怖いな折れないの。結構やっぱりさすが水切ったら折れませんね。こんな感じで編んでいきます。途中経過こんな感じです。上手い人がやったらねもっときつっといくんでしょうけどね、私ちょっと小心者なんでこれよりきつくやるとなんか折れちゃいそうで怖いので、このぐらいで今日は勘弁してください。じゃあ編みます。でこのままねこうやってだんだんなんか調子出てきたら結構きつく編み始めました。こうやって編んでいくでしょう。そしてできました。最後のところになったらここの辺をね、麻ひもでいいですね。紐でねこうねこうって止めておけばこれでよいしょ。ここをもうちょっとなんか可愛いリボンとか使いたいところですよね。まあ今日のところはこれで止めておきます。はい、三つ編みできました。あとはこれを土に植え込んで完成です。なかなかディスプレイ映えしそうな形になったね。これはどこに飾ろうかな。みんなもサンセベリア徒長しちゃったらさ、三つ編みに挑戦してみようよ。この動画を気に入ってもらえたらグッド&チャンネル登録もよろしくお願いします。あとねブログやツイッターもやってるのでそちらもよろしくね。ではまた次の動画でも会えると嬉しいな。じゃあねー、くまくまーしゅー。